はい、ということでどうもこんにちは、くにです。今回はこちらのパーティー使います。一見するとなんだこのおっさんって感じのパーティーですけど、なんとこちらの上3人選出ですね。身勝手のカウンターがとにかくうざいってコメントめっちゃ来ますね、うん、4周年来てから、うん、そんなね皆さんに、恐怖を植え付けるためのパーティーです。バカ野郎の、必殺のカウンターとジャネンバの特殊のね射撃カウンター、こちらも搭載したこちらのねトリプルカウンターパーティーでね、相手のね髪の毛をね破壊していこうと思います。ということでやっていこうと思います。お願いします。一本残らず相手の髪の毛を破壊します。お、必殺あるな。入れ込んでそうじゃない？入れ込んでないよな、さすがに。さあカウンターさせてください。カウンターさせてください。うん、してくれないか。ちょ、バカ、前揺らか。バカ野郎変身する前時間稼ぎたいなって思ったら、なんか、前揺らしてきましたけども。めちゃめちゃお祈りしてくる。さあ、全集中。見えた。おーい！まあ、いいや。押したんですけどね。まあ、いいや。さあ、今度は身勝手でカウンターしていきましょう。打撃アンフローかな？さっき入れ込んでたよね。ノンスタックル打撃だったんで、ワンチャンついたいですね。おぉ。湯逃げなくなったんで変えます。打撃アン。おぉ、噛み合う。カウンターパーティーなんで、カウンター決めたいんですけど、なかなかカウンター決めさせてくれねえな。身勝手出してきてほしい。オッケーオッケー。これでも2回使わせまして。で、こいつになるべくカウンターぶち込みたい。はい、バカー。はい、バカー。死ぬんじゃない？はい、バカー。舐めすぎー。はい。これがカウンターパーティーよ。身勝手に対してバカ野郎結構いいかもしれませんね。さあお願いします。カウンターしましょう。あーつがちょっとしょっぱいな。鍵見て射撃持ってんのかい、持ってんのかい。じゃあバカ野郎で行きましょう。変えてきたらジャネンバ出しましょうか。いやー特殊ある時結構タックルくるかなって思うんですけど、いやーちょいってえな。いやちょっとやだな。こいつずるすぎな、マジで。結局、ジュナンジュアチクソ強いな。ちょ、強すぎ、お前。あー、やばいやばい、怖い。怖いっす、パイセン。とりあえず変身入れときましょう。特殊来たね。ジャネンバまで待機回したいね。さあ、待機回します。カウンターパーティーなんでね、相手は攻めにくいはず。さっき特殊使ったね。通常抑えて、見えてるよ。あ、魂の回避読み系ね。はいはい。魂の回避読みね。すぐに出せんでしょ。とりあえず弾集めていきましょうか。この特殊は使いたい、ジャネンバで。ちょっと身勝手強いよ。怖い。はい、来たー！カウンターパーティーの真骨頂でーす。最悪だ、こいつ。やりやがったな。うん、怖い。相手になってやる。さあカウンターパーティーの真骨頂ですよ。ここもで、まあいいや、これ、ユニギャルンで居座ろうか、中距離で。カウンターしまーす。はい、キャラチェンバカ野郎決めまーす。やばないこのカウンターパーティー、クソキモい。絶対相手クソイラついてるでしょ。行ってこいよ。うわー、オッケー！バカで助かるー。メイン使って、あー、これだるいな。ね、あれお前よう撃てたな。てか単発機弾かぶせできん、できんでしょ。かぶせできないなこいつ。まあ通常で僕くれ。よし、身勝手出して
どうしよっかな。こいつクソだりーな。ちょい、ラグ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 。ラガーファッキンヌーブ。よしよしよし。湯逃げありますよ。入れ込み来い、入れ込み。おお。いや、これ居座ってくんな、多分相手。そうだよね。最悪だわー。跳ねちゃったー。これどうする？ラス1中山のがいいか。ラス1中山で行こうか。いや、身勝手の方がいいか、踏ん張りあるし。いや、でもどうしよう。いや、中山のがいいか。よしよし。中山にします。踏ん張りあっても意味ねえわ、17、18だったら。見せるか、バカ野郎で世界一位取った男の天才的な使い方。うるさい、めっちゃ。うるせえ。OK! 最強のバカ野郎使いです。どうもこんにちは。どうも皆さんこんにちは。最強のバカ野郎使いです。OK。くそ。いや、タックルなんだよな、多分相手。ここ。まあ、入れ込みですよね。見てください、皆さん、この硬さ。うぃーす。射撃撃ってこい。ふざけとるよ、俺は。うわ、本当に撃ってきた。うぃーす。なんか、身勝手の登場で、下手くそがなんか脳下空大器ばっかしてね。身勝手に文句言ってるやつって脳下空大器がダメなんだと思うよ。君たちの。何してんの君。あ、そっか。忘れてたわ。邪念場って状態上向こうあったっけ。おい、聞いただけやろ。なんか邪念場なんかどっちか持ってたよね。ちょ、すごい見つめ合ってね。いや、出しとくか。身勝手のことなんかごちゃごちゃ言うやつ、大体入れ込みで、最速取られた文句言ってる下手くそなんで、あんま気にしなくていいです。避けて。ようやく。まあいいや、もう行こうか。出てくるか。なんで持ってんねん。ボスしないか。こいつ入れ込みくせえ。見といて。おお、やるやんけ、使わせ方。使わせ方うまいやんけ。何してんだ、お前は。あぶね。ウィス？さあ、カウンターゲーいきますよ。ほい。なるほど。あ、意外とうまいな。ごめん。ちょ、撤回すら、さっきまでの言葉を。動きエロいな、結構。もらっちゃダメ、これ。持ってんな、これ、特殊圧。カウンターさせてくれよ、おい。お前、やべえって、マジで。後好きだぞ、それ。これ、ワンチャン出てこない？裏。マジ出してきてる、やば。まあ、落とせんとかないよな、さすがに。よしよしよし。襲い返しとりたい。ゲイ。このバカ野郎の襲い返しとった時のね、このムーブマジ強すぎる。どうしたかな、普通に。まあまあまあ。まあ、雑魚にはわかんないだろうかな。ください。あああ、まあいいや。さあ、原作再現といきましょうかね。あ。おっ、見てください、お、これカウンターパーティーで、もう雑魚がはめられて、涙目で5桁の4桁の、石1000個、やっとのことで回収するような雑魚に、もうこんな感じで負け惜しみもらうのが一番の快感だから。うん。皆さん、身勝手欲しいでしょ、これ。
雑魚からこんだけね、負け惜しみもらえるんで、マジでおすすめです。タッツンに使いこなしてほしいよ、バカ野郎で炎上したことある。俺、身勝手で炎上するわ。ラス1の HP ミニ残しの相手に身勝手でクネクネして、周年炎上します。ということで。相手はなんだこれ。何見てんすか何見てんすか、もうマッチング画面でカウンター決めようとしてるやん、こいつ。ね。今のレジェンズって実際タックルとかあるんでね、何にも街の方が強いことないですからね。攻め方が下手くそな人は、街に何もできないでしょうけど、タックル駆使すれば全然いけますからね。PVP の街はあんまあれって言ったけど、お前、マッチング画面の街は何なんすか？それはなんか意味あるんすか？ 60 秒頑張ってされたんで、もう俺ガチで自分から動かないでいい、こいつ。マッチング画面60秒遅延してきたんで、そりゃそうでしょう。ガチカウンターモードいきます。神綱嵐いきます。頭おかしそうだな、こいつ。はい、カウンター。カウンターのダメージがやばいんよ、こいつは。それは無理やわ。撃ちまーす。自分から行っちゃいましたね。ソックル。なんだお前は決めえな、くせえな、息。泥足がついてるんですけど、身勝手で無効化されてる？これもしかして。何も知らずにさ、撃ってこないかな、射撃。時間稼いで、カウンター。おーっと、危ない。あー、マジか。まあ、そうやな。今、回避遅いの取っちゃったなぁ。よくないなぁ。跳ねて。お前60秒待ったから俺も60秒待つよ。こぉ相手になってやる。回避圧して。してくれない。さあ、ユニゲなくなったんで射撃撃ちたいはず。ここで邪念場決めます。とりあえず、範囲特殊で場に回復して、マジで撃ってくんの？面切っちゃおう、これは。ダメでした。大丈夫じゃないの、さすがに。苦しそう。なんなん、それはさっきからお前。入れ込みですよね。うわぁ、ここ時止めめっちゃ決めてー。あ、でもあれか、発持ってくんのか。回避圧来い。はい、打撃アンガリー。バカ野郎で使うと思いました。そんな行く伸びるねー。はい、あ、入れ込みですよね。はい、はい。あ、でも待って、バカ野郎でやったからよかったわ。ま、いいや。落ちないな、これ。ノンスタックル打撃はこうなりますからね。あ、意外と強いな、お前も。あ、いける意外と。よーし。そこの、ま、画面で降参するんや。ということで、ぜひね、初心者が攻め方が下手くそな方をね、はめたい方はぜひこのパーティー使ってみてください。おすすめです、負け惜しみもらえて。